17世紀の日本には恐るべきエリート戦士の文化が存在しました。侍です。伝説的な戦士である彼らは名誉を重んじ武士道にのっとっていきました。その教えは我々をも導いてくれるでしょう。私にとって日本は聖地です。特殊部隊の人間は自分たちを現代の侍だと考えています。我々がお手本とした人々に会えるなんて胸が躍ります。私の名前はテリー・シャパート。グリーンベレーとして世界中で実戦を経験した私ですが、歴史上のエリート戦士たちはどうだったのでしょう。彼らの武器や戦術を知るためには実際に体験するしかありません。今回は侍の魂を学びます。世界の最強武術を体得せよ。プロの兵士である侍は700年にわたって主君たちを守りました。日本版中世の騎士である彼らは様々な武器や格闘技、そして心理戦の達人でした。そして侍を象徴する武器といえばこれでしょう。刀、日本刀です。侍にとって刀はただの武器ではなく戦士の魂であり名誉の象徴でした。ウタさん、これの握り方と使い方を教えてもらえますか。左右の手がこうですか。ゴルフクラブのグリップに近いですね。これは確かに手に馴染みます。この握り方に関してですが、西洋のフェンシングでは剣をこうやってまっすぐ握ります。スピードを重視するからですが、刀の場合はこういう感じで絞り込むんです。そして切る際にはこうやって振りかぶって一気に振り下ろす。理にかなっています。これはすごいはずだ。事実、私がこれまで手にした西洋の剣と比べて刀はあらゆる点で異なります。本物の刀の全長は107センチ前後、刀身が緩やかに沿っているため刺すよりは切るのに向いています。通常束の部分はエイの皮で包まれており、さらに絹や皮を巻くことで滑り止めとしてあります。切る時の構えや動きを見せてもらえますか。なるほど、つまりこの部分で切るわけですね。 OK、 刃を走らせるわけですか。先端部分はカミソリ同然で、全ての動きはその部分を最大限生かすよう考えられています。相手を切断し致命傷を与えるんです。前に出る、攻める、切る。この方のすごい点はほんの一瞬で3回も攻撃したことです。抜いて、突き、そして振り上げる。しかもこの動きには刀の血を振り払う動作まで入っています。ここから下がって振り払う。常に相手から目をそらさず立ち位置に戻る。刀は日本文化の中心にあります。神話によると剣の刃から滴り落ちた海の潮が日本になったとされているんです。ああ、侍にとって刀はただの武器ではありませんでした。それは名誉、勇気、忠誠心の象徴であり、侍の規範、武士道への制約だったんです。武士道とは名誉の規範で西洋の騎士道に似ています。松本さん、武士道と言いますが正確にはどういったものなんですか。かいつまんで言うと、死を受け入れることです。それがいつ来ようとね、生と死の問題ではなく名誉か不名誉かの問題です。ある意味彼らは自由だったんでしょうか。死ぬことへの恐れ、失敗することへの恐れ、そういった足かせは彼らに無縁だった。だからこそ戦いで信じられない力を発揮できた。侍たちは武士道にのっとって主君のために戦い、戦場での働きでその忠誠心を証明するわけです。1584年、日本は内戦の渦中にありました。日本各地の戦国大名たちが覇権を争っていたのです。戦乱渦巻く中、一人の侍が誕生します。彼こそは私が常に理想とする戦士、宮本武蔵です。他の侍同様、武蔵も武士道に生きると思われました。しかし武蔵は自らの規範にのっとって生涯を送り、侍の文化に変革をもたらしたんです。武蔵といえども、侍になるためにはあらゆる武器に精通する必要がありました。ここは旧馬術霊峰小笠原教場です。ここは侍の真の起源たるヤブサメを見ることができる数少ない場所の一つです。ヤブサメの射手は時速40キロで走る馬の上でバランスを取りつつ、的に向かって正確に矢を放たなければなりません。お見事。初期の侍にとって弓の腕は最重要技術の一つでした。
これは私がこれまでに扱ったどの弓よりも難しいものです。原因はそのサイズと非対称な握りです。日本の長球の長さは 2.1 から 2.4 メートル。木製の芯に竹を張り合わせた3層構造のため柔軟性に富んでいます。下から3分の1の部分を握るため馬の上からも発射できるわけです。小笠原清元さんは8世紀前のヤブサメ名人直系の子孫だそうです。先生、ヤブサメとはどういうものですか？そうですね、その800年以上続いている神社の神事であり、現在日本各地で盛んに行われています。もともとは武士のたしなみだったんですね。皆さんの腕は見せてもらいましたが、今度は稽古を体験する番です。そこで伝統的な道着を着てみました。侍たちも着ていたものです。これを着る理由は2つ。1つ、動きやすいこと。2つ、これはより重要なんですが、戦に向けた訓練に集中できるからです。今高橋さんにやり方を教わっているところですが、僕はどうもセンスがないみたいだな。構えは厳格だし、やり方も異なってる。引く。力が足りなかったみたいですね。この弓矢は異質です。イギリスのロングボウなんかとも大きく違います。非常に儀礼的です。でも高橋さんが言っているのを見ると、とても効果的なのがわかります。もう一回いいですか？こうじゃない？予想よりも難しかったのは事実ですが、高橋さんによると私のやり方が間違っているようです。そこで通訳のマイクに助けを求めました。マイク、高橋さんに僕の不甲斐なさを謝ってくれないか？いえいえ、大丈夫。初めてはできないです。非常に難しい。初心者だからしょうがない。少し気が楽になったと言いたいところだけど、よし、やろう。矢を出してこう構える。 OK。 あらゆる点でこの弓矢は西洋の弓矢とは異なります。西洋式の癖は簡単には抜けません。こうして足を踏ん張っているのは馬に乗っている状況を想定しているからです。そう見えるでしょ。繊細さが要求されますね。指は下か。引き切ったら矢から指を離す。どうやらさっきよりはマシになったようです。素晴らしい、ありがとう。若き侍たちにとって弓矢や刀の上を磨くことは修練の一環でした。ですがたった一人の侍、宮本武蔵がそういった戦士の文化に変革をもたらします。1596年、武蔵は13歳で初の決闘を行いました。相手は名だたる剣士です。打ち合いの最中、武蔵は相手を引き倒し、持っていた武器で彼を撲殺しました。後に武蔵は潔く死を覚悟したからこそ勝てたと記しています。無心で挑んだのです。武蔵はその生涯を通じて最大の武器が心であることを証明しました。そして彼の技は日本の未来を変えるある戦いで試されることとなります。侍の王国日本、武士道を紐解き侍の魂を体得するためここにやってきました。侍を象徴する武器といえば刀ですが、16世紀も半ばになると彼らは他の武器にも精通することを求められました。あれです。1540年代ポルトガル人の持ち込んだ火縄銃が急速に普及しました。有効射程は50メートル、弓矢の2倍近くです。火縄銃はストックの脇に S 字型の金具を備えており、そこに火のついた縄を挟み込みます。引き金を引くと金具が落下、火縄が火薬を持った火皿に接触するわけです。この銃はアメリカでも未だに使われている先込式銃とほとんど一緒です。まずこうやって火薬を押し込んで、それから小さな弾丸を込めるんです。こう構えます。 OK。 それで入れた後閉めます。この火縄には火がついているので、周りの状況に気をつけて火を消さないようにしないとね。 OK。 火縄をこう付けます。見ていて気づいたんですが、起こしてある金具に火縄を差し込んだので火薬に点火する準備は整ったんですね。構えます。構えて。日本語で発砲の号令は何ですか？放て。熟練した射手ならば15秒程度で1発撃てるので、1分間に4発撃てます。放て。初期の銃は弓矢ほど正確ではありませんが、威力はあり習うのも簡単でした。放て。こういった初期の銃は効果的な武器でしたが、戦闘の最中敵の反撃を食らいながら弾を再装填する場面を想像してください。
ここで侍の心意気が発揮されます。討ち死にを想定し、儀式を通じて備えるんです。これは何かというと、戦の前に祈りを捧げる侍の伝統的な儀式です。侍の給料は米で支払われました。そして神に酒と米を備えれば、戦に際して勇気が与えられると考えられていたんです。儀式は時の声で締めくくられます。これで運命を受け入れる準備が整いました。しかし、侍の意気込みを最も象徴しているのは彼らの戦装束でしょう。鎧を着れば盾が必要ないため、盾なしと呼ばれるものもあるそうです。防護面は金属製もしくは木製の鱗状で柔軟性があります。この鱗部分は重なり合っているため、防御力の向上や動きやすさに貢献しています。侍の鎧を身につけてみました。兜はありませんが、どうです、かっこいいでしょ。着るのは大変でした。あちこち細かい部品を結びつけなきゃなりませんからね。でもつけ終えると動きやすくて、縦膝も立つのも抜刀も楽勝です。これなら何発か食らっても平気でしょう。ほら、この部分もね、すねには鎖かたびらです。準備完了。ああ、勝負は一瞬の出来事ですが、鎧は動きやすいですね。自由自在に動き回れます。でも素早く反応しないと、これで命を落とすでしょう。鎧はただの防護服ではありません。各部を細かく見ていきましょう。兜には敵を威圧すべく装飾が施されています。明るい色彩は武勲を招くと信じられ、また多くの者が指物と呼ばれる旗を背負い、自分の存在を誇示しました。自分の方に敵を招くためですが、これこそが武士道の真骨頂です。鎧は命を守ると同時に死をも呼び寄せるわけです。武士道とは死ぬことと見つけたりというそうですね。死を覚悟すれば怖いものなしですよ、名誉のために死ぬのであれば、それは侍の本分ですからね。彼らにとっては勇敢に戦うだけでなく、栄誉ある死を迎えることが重要だったわけです。最も大切なことは、惜しく戦い誉れとともに死ぬことでした。西暦1600年、徳川家康率いる東軍と石田三成率いる西軍が関ヶ原で激突しました。17歳になった宮本武蔵にとって、この戦いは己の技を証明するチャンスでした。主君への忠誠から西軍に参加したと伝えられますが、この決断が武蔵を侍の歴史に刻み込むこととなります。武蔵は新兵ですから、自軍の最前線で戦ったことでしょう。そしておそらく彼が使った武器はこれ、槍です。日本の槍もまた西洋のものとは大いに異なります。束は樫などの木製で、長いものは6メートル以上。後ろの石づちは鉄の重いですが、白兵戦では撃ったり突いたりする兵器としても使えます。先端には刀と同じ鋼で作られた恐ろしく鋭い刃がついています。刃の形状が平たいのは、鎧の隙間を狙って突くようデザインされているからです。ここでウタさんが槍のテクニックをいくつか披露してくれるそうです。 OK、 まずは回して踏み込み、キックして下ろす。無駄のない動きですね。ここで彼はこういう構えで突きました。相手の目を欺いて接近するためです。 OK、 次はこれもシンプルな動きです。ここから振り上げ、敵をいなして踏み込み、石突きで攻める。もう一回、回す、上げる、キック、突く。武器や攻撃性、どこを取っても完璧です。これを防ぐのは難しかったでしょうね。侍の技が実戦で試されることとなりました。日本最大の軍勢同士がぶつかり合うんです。1600年10月21日、東軍と西軍が関ヶ原の戦いで対峙しました。武蔵は立派な戦いぶりを見せましたが、この天下分け目の大激戦で彼がついた側の西軍は敗北しました。700年に及ぶ内戦が終わりを迎え、日本に平和が訪れました。これで戦士としての侍の時代は終わり、合戦で戦うこともなくなりました。そして侍文化は劇的な変化を迎えます。その変化の中心には武蔵がいました。彼は諸国をめぐる旅に出ます。武士道や侍の思想に挑戦する旅です。
17世紀の日本で侍文化が劇的な変化を遂げようとしていました。その変化の中心にいたのは私が敬愛する宮本武蔵です。そして武蔵は侍であることの意味を書き換えるのです。合戦場にいた大勢の侍たちは個人としての剣士になりました。戦いの場を失った武蔵や侍たちは相手を見つけて決闘をするようになります。多くの者が武器としたのは刀です。今回偉大なる現代の剣士に教えを請うことができました。武蔵の教義を直系で受け継ぐ吉持清先生です。日本の社会では畏敬の対象となる人物に接する際、常にその相手を先生と呼びます。吉持先生が手にすれば刀の寒いさが分かろうというものでしょう。巻原相手の試し切りです。巻原と申しまして、日本の主食であった。これは巻原です。簡単そうに見えますが、この巻原は水につけられ人体に近い密度とされており、まさに日本刀ならではのテストです。武士つまり侍は刀鍛冶に注文した刀が出来上がると、当然その切れ味を試したいわけです。そこでどうしたかというと、自在人や死体で試したんです。真の侍の世界へようこそ。切れ味鋭い刀とはいえ、これほど密な対象物を切るには凄まじい技を必要とします。まっすぐ振り下ろさなければうまくは切れません。これです。すっぱりと真っ二つになっています。これが人間の筋肉や骨、血管だったらメスで切り開くようなもんです。すごい。信じがたいでしょうが、腰の力は小指を通して刀に伝達されます。切るときは腰を落とすんです。こうやって落とすわけですか？その通り。よし、 OK。 へっぴり腰にならない。いや、自信ありませんね。いいんですか？はい。よし、ありがとうございます。これは名誉なことです。吉持先生のご指導を受けた上、先生個人の刀を使わせてもらえるのは侍としては最上級の敬意にあたります。先生に言われたことを守りますよ。全ての先生に説明していただいたことを考えながら、先生、とてもナーバスだったんですが、初めての試し切りはいかがでしょう？立派なもんです。見事に切れました。お見事。素晴らしい。真の達人に学んだからこそできたと伝えてください。指導がよろしいかというと、ありがとうございます。ありがとうございます。最高だけど緊張しました。その、たくさんのことを、考えなきゃいけないし、集中しなきゃなりません。先生のレベルに達するには、生涯を通じた鍛錬が必要です。とにかくこれは、心と武器の完璧な融合ですね。これを試す機会を得られたことは非常に幸運でした。ありがとうございます。戦場を失って剣術はより重要さを増していきました。彼らは浪人の時代へと突入したからです。